密着系密着系、声聞こえる？声聞こえる聞こえる、うん、聞こえる。なんかこういうタイプ、今まで使ってたこのうんこ型とうんこ型、うんこ型なんですけども、みなさんこんにちは、ひかるチャンネルののぞみです。今日は射撃に来ています。ですね、イヤホンについて何使ってるんですかとか、結構ご質問いただくことも多いので、今日はイヤホンについてお話をしていこうと思います。また、今回イヤホンをご提供いただきましたので、いくつか比較してみてどんな感じなのかっていうのをお伝えしていこうと思います。それではどうぞ。今までこのイヤマフタイプとイヤホンタイプを使ってきました。で、私が大体使ってるのがこの2つとこれなんですけど、自分でやってみたところ、イヤマフタイプは結構顔を振ったりするのにあんまり、その私はスキートには向いてなくて、で最初はこっち使ってたんですけど、最近はこっちのイヤホンタイプの方を使ってます。腰ダメで打つとね、当たっちゃうのよね。そうなのよ、多分私が下手なんですけど当たっちゃうんですよね。当たっちゃったり、こうやっぱり動作が制限されちゃったりするので、スラムの時にこれは使ってます。あとはトラップは構えてから打つので、イヤマフタイプでも動きがあんまり制限されないので大丈夫だと思うんですけど、もちろんスキート射撃でもこういったタイプ使ってる人はもちろんいるよ、もちろんいるけど、私はイヤホンタイプを最近は使用してます。ただね、ちょっとね、在庫が L サイズしかなくて。なるほど。 L なんでちょっと大きいかもしれない。わかりました。これは本当にあれだ、耳に入れる感じの、あ、でも結構密着するから、私が今使ってるやつよりもなんかいい密着系密着系、声聞こえる？声聞こえる聞こえる、うん、聞こえるけど結構いいかも。やってみようか、サングラス忘れないように。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？ですね、結構、大きいやつ使ってるかもしれないですけど、耳の穴がすごいフィットしてくれるので、いい感じでした。 EP7どう？つけ心地タイプ、これ結構密着してくれそう。もう聞こえないかも、いい感じに。じゃあやってみよう。はい、今まで使った中で一番聞こえないです。サイドさんが何言ってるかもよく分からなかったあとか言ってこれのもっとすごいのがねあるみたいだから、それも使ってみます。あ、でもなんかやっぱり一番最初の青いやつよりもこのタイプの方が全然聞こえないですね。私がいつも使ってるのもこういうタイプじゃないんだけど、全然聞こえないや。もう自分の中で声が反響してるもん。
ってみた結果、これがやっぱり一番聞こえづらかったというか、もう人が喋ってる声は私は全然えみたいな感じでなかなかすごいなと思いました。このなんかふわふわタイプって使ったことなかったんだけど、いいですね。で、ご提供いただいたこの3つなんですけども、今日4ラウンド回って全部使ってみました。まずはこのイピナインは、私が今まで使ってたこのうんこ型とうんこ型なんですけども、それなりに同じぐらいな感じで、同じぐらいな感じ、人の声も紐ついてるといいね。なんか結構外したりつけたりしたいからさ。そうだね、これしまわないとどっか行っちゃったりするからね、ちっちゃくて。そうだね、紐ついてるのもいいかもしれない。でもまあ見た目はどうなんだろうっていう問題がちょっとあるんだけど同じぐらいな感じでした。人の喋ってる声も聞こえるし、まあ銃声もまあ普通にないよりはいいかなって感じだったんですけど、こっちのふわふわタイプ、スポンジタイプ、やっぱり耳の穴の形に埋まってくれるので全然聞こえなかったですね。お話ししながら回るとかが多分難しいレベルでした。えってなる開きますね。こうパカッて開ければいい、うん、かな。はい、いかがでしたでしょうか。今回ですね、私のイヤホンについていくつか説明させていただきましたのと、ご提供いただきましたもののご説明などをさせていただきました。いや、モノですね、もちろん性能も大事なんですけど、やっぱ合う合わないが一番ね大事なのかなと思いました。でもこういうのって使ってみないと分かんないからね、なかなか難しいですね。なんかいくつかやっぱりこう試してみて、自分に合うようなものを皆さん見つけられたらすごいいいのかなと思いました。今回のはね、結構お安いやつだからね、多分、試すにもいいと思う。試しやすいものだと思います。やっぱりこういうのってすごい高いやつだと何万円もしたりするので、まあ、でもイヤホンってすごく大事なので、やっぱりこう耳が聞こえなくなってしまって、補聴器とか言うと、うちのばあちゃんとかもそうですけど、補聴器20万30万するからね、やっぱり日常生活にも支障をきたしますし、耳はしっかり守っていきましょう。これからもですね、いろいろな動画を配信していきますので、よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。また私が運営しているホームページ、ツイッター、インスタグラム等もありますので、そちらもチェックしてみてください。それではまたお会いできる日を楽しみに。さよなら。